姫島灯台は、大分県国崎半島沖の姫島灯端の柱家だけに立つ灯台である。保存灯台に指定されている。山口県徳山市で産出した花崗岩を用いた石像の灯台である。明かり灯り塔は3階だけで、1階が燃料室、2階が当直室、3階が灯り室として用いられた。灯台の脇には、かつての臨院対測所がある。現在、 東大の周囲は公園として整備され、桜の名所となっている。旧林院大足所は休憩所として利用されている。瀬戸内海西部で、スオーナダと、イオナダとの境界に位置する姫島は、古くから海上交通の要衝であった。1605年に、小倉藩書大藩主の細川忠興が、姫島西南端でかがり火を焚いて航行する船に、便宜を与え、 これに習って、諸国で放火が設けられるようになったとの記録が残っており、姫島を日本における航路標識の発祥の地とする説もある。1902年、姫島に航路標識を設置することが決定され、総工費42,360円が費やされ、1904年3月20日に、姫島灯台が竣工、初点灯した。 初転倒から1970年3月までは、東大守が置かれたが、同年4月に自動化され、無人となった。以降、佐賀の関航路標識事務所が管理してきたが、統合により、1993年4月からは、大分航路標識事務所が、2004年4月からは、大分海上保安部が管理している。ありがとうございます。